おはようございます。おいっす。おいっす。何、今から S4R 号に乗ってもらいます。希望の船。希望の船です。希望ないやろ。ありますよ。もうあれやろ、分かってんねん俺。なんすか。これサバイバルやろ。そんな安直なわけないじゃないですか。もういやこんなとここうへんし。普通に考えて。あれっすよ、あれが S4R 号っす。これよ、その目の前の船です。これ、はい、え、これで行こう。これ、それっす、うん、大丈夫これ、うん、沈没船、うん、え、はい、こんなん車乗らんくね。まあこれではないでしょうね。何やねん。あれじゃないですか。来た来た。あれに乗ります。ダサ。ダサ。さすがに俺もさ、多分サバイバルやるな思って傍観してったもん。はい。なるほどっすね。どこ行くんやほんで。聞こえました今。ご存知ですか、小豆島は。小豆島。小豆島。どこ。あーやるか。やりましょう。いやまあワクワクはするな。初めて行くパチンコ屋やし、はい、小豆島、はい、行ったことないし。まあ今日あれですよね、おばさんぐらい金持ちだったらやっぱり島買うかどうかっていうのを見極めに来たっていう。ないね、いらんし。さあどこ行ったらいいの。いやほんまに確かにですよ。ほんまですよ。マジどこ行ったやねん。とりあえずなんか民家っぽいとこ。そうやな。すごくないですか、食堂って書いてます。これおもろ。パシアあるよ。いやあるでしょ。やばいやん。いやいや、まあ、なるっしょ。なんともならん。なかったらだいたい大きさ的に淡路島の3分の1ぐらいなんですよ。ないやん。なかったら観光して帰ります。やばい。よー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 、またあったな。お察しの通り、はい、今回もパチンコサバイバル開催させていただこう。はい、まあそうやろうな。では改めてルールの説明をさせてもらおう。はい、まずはこれを。うわ、お決まりのやつ。前回ね、僕スミョン君と2人やったんで。前回同様、5万円。意外とあるな。そして今回は5万円ですね。わーさん、君1人です。パチンコを打ってもらう。はい、あ、なるほどね。ルールその1、はい、通常回転500回転毎日一達とさせてもらおう。はい、ルールその2、はい、その5万円で3日間この島で生活をしてもらう。はい、驚かないんだな。はい、もう慣れましたんで、ね、1回やってるんでね。ルールその3、はい、その5万円を、はい、2日後、はい、18時半またこの場所で返してもらう。はい、18時半。18時半、それ逃したら帰れへんパターンですよね。そうだ、ね、18時半にまたこの場所に戻ってきてもらい、5万円を返却すればゲームクリアになる。なるほどね。もし5万円が残っていない場合、はい、ミッション失敗となり、はい、君に重い重い罰ゲームを用意している。重い重い罰ゲーム。そうだ。何でしょうか。罰ゲームはもう決めている。なるほど。これを見よう。これは誰だ。僕です。いつのお前だ。10だ。罰ゲームは予想できるか。いや全然。どういうこと。1ヶ月この写真をプリントしたパーカーを着て撮影をしてもらう。つまり君の恥ずかしい黒歴史が動画で全国に配信されることになる。じゃあ十字架背負わされるってことですか。ということだ。まあミッションクリアした場合、君には豪華景品を何かプレゼントしよう。あざす。僕ね、こういう勝負今まで1回負けたことないんですよ。まだどうせ余裕でクリアさせてもらいます。期待している。はい、今回のお助けアイテムがなんと、やっぱりな、今回も3つお助けは用意している。1個目、メッシおごる。メッシおごるはどういうことですか。メッシおごることだ。僕が。私がだ。ただしミニゲームを受けてもらう。はいはいはい。2つ目、宿無料か。宿無料だ。はい、買ったら宿無料。そうだ。なるほど。3つ目、うん、万円。1万。ああうん万円じゃなく。なるほどね。で、なんでこんなぶっちゃけパチンコ屋あるんかないんかわからんような島なんですか。まあ適当に決めたな。適当。気にするな。今回のサバイバルでは、はい、ただ単にパチンコで稼ぐだけではなく、君にはこの動画でパチンコで勝ったお金の使い方、正しい使い方を発信してもらうため観光地ロケもしてもらおう。はい、正しい使い方なんですか。正しい使い方だ。え、じゃあ小豆島の魅力も伝えなあかんってこと。そうだ。だからパチンカースロッターが
この動画を見ることによって小豆島にパチンコも打ちに行きたい&観光もしたくなるような旅をせえって。その通りだ。それが本当のパチンコサバイバル。なるほどね、わかりましたよ。タイムリミットは何泊3日？2泊3日だ。2日後の18時半か。ガソリンは前回同様、当然満タンにして返してもらう。はい、わかりました、まあ、前回とまあ基本ルールは一緒と。そうだ。それでは健闘を祈る。はい。現在11時46分、はい、見えますかね。僕はパチンコでね稼がなあかんので、パチ屋がまずあるかどうか、でどこにあるかどうか、あと何店舗あるかどうかをまず調べますかということで行きますか、はい、ちなみにあの僕一人じゃね、ちょっとカメラやっぱ難しいので、はい、カメラ同行にデス君、はい、そうね、来ていただいてもあります、はい、ということで、まあやりますか。もうちょっと調べたんですけど出てこない。え、パチ屋ですか、うん、あれもう終わりじゃないですか。近く動画ボツやん、それやったらただ、はい、マップでねパチンコ屋みたいな調べたら一応2店舗なんかな出てきて、はい、まあ、1回生きてるかわからんけど。あ、そのレベルなんですね。じゃあ分からんけど、情報出てこん。ネットではほぼ出てこん、出てこんけど、まあなんか2年前3年前とかにツイッターとかあさったらパチ屋あるみたいな情報出てったから、まあさすがにって感じかな。そんなに情報ないですね。いや、もしかしたらなんか俺逆にめっちゃ食えんじゃねって思っちゃってんねんけど、今現時点からまあ23分ぐらいのところに1店舗あるので、とりあえずパチ屋行ってみるわ。もしかしたら今行って期待値落ちちゃうかもしれんから。確かに。であとほんまに何の情報もないんで、下手したら4面あるかないかもわからん。確かに。とりあえず行きますか。はい。あ、あれじゃないですか、あれやわ。うーわ、ふる、大丈夫これ。うーわ、えぐいって、これいけんのマジで。この湯田もずっと出とうやつじゃん。ガチこれ大丈夫。換金率3円とかそういうタイプじゃん。大そうっすね。とりあえず中入りますか。行きましょう。どうでした。どう考えても無理。見たことないぐらいやばいな。まっすぐやったっすね。だけどもう1店舗あるから、もうそっちにちょっとほんま行きますか。タクス、はい、パッと見た感じ結構小豆島の中心地こっちっすね、おそらく。マジ多分ですけど来たくない俺、まあ、ちょっと行きますか。もう行こうやばいやばいやばい。もうキャッツ、これか、これや。え、アリ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 、やるがい感してるよ。このビジュアルいいっすね。やるがい感してるわ。このビジュアルはやるわ。さっきのところよりは 100% 5個やな。まあ、中ちょっと 見ましょうか。はい。どうでした？無理ゲーやない？厳しいです。ちょっと、うん、厳しいです。けどさっき行ったお店では余裕でやれそう、はい、ここでとりあえず多分ジグマると思います。でちょっと作戦パチンコだけじゃ無理なんで、はい、スロットもちょっと打っていいのかちょっと確認したいなと思います。なるほどですね。あ、すいません、パチンコ店2店舗しかなかったんですよ。はいはい、パチンコだけじゃちょっと厳しいんですよ。なるほどな。スロットも打たせてもらっていいかなって思って電話させてもらったんですけど。UFO みたいなのか、パチンコ電話。はい、見ました。仕様のないやつだ。いや、スロット OK とさせていただこう。ありがとうございます。検討を祈る。はい、頑張ります。とりあえずスロットも OK なんで頑張りたいなと思うんですけど、まあ、まだねちょっと稼働の方が良くないんで一回飯食おうかなと思います。一回飯食って戻ってきて状況次第で打つって感じかな。ちょっと平打ちできそうぐらいな。ってことはスロットのハイエナ狙いですか、ね、スロットハイエナと U タイムハイエナと、うん、そうやな、まあ、一旦ユニコーンとか触ってみてもいいかなと思うけどな、どれぐらいなんか。そうね、まあけど厳しそうやな普通に、うん、とりあえずあのパンツとか買えんくなったらエグいからパンツを買うわ先に、うんうんうん、さあ来ました、期待値の塊島村です、はい、
本日なんですけど、パンティーとソックス。ここで期待値の塊を拾っていこうかなと思います。はい。二足あったらいいんか。インナーなどはね、もう、買いません。贅沢品っすよね。うん。なるほど。もう、必要不可欠以外とりあえずか。万札崩すのも嫌やしな、ぶっちゃけ。確かに。じゃあ、行きますか。638円。はい、安い。300円。え、塊あるやん。ほんまに3期セルフうどん300円。安すぎでしょ。ね、普通にうまそうですね。普通にうまそう。チレモンって言うのにか、うん、虫食うてもどうけどさ、はい、大丈夫かな。あれでももうビジョン見えてくるんじゃなかったんでしたっけ。いや、まあ、負けはねえよ。やれるっすか。ならやれる感じしとる。ならいいっすね、うん、まあ前回は勝ちましたし、現状20ぐらいあるんですけど、このままいったらお金なくなるんで、Uタイム狙いとかに切り替えたいんですけど、なかなかないっすね。だから周り見ながらゆっくり打ちたいなと思います。だいたい6500円使って、127かな、8か。現在17時、はい、うまいこといきません。やばい。ほんまにやばい。何でやられてるんですか。コードギアスさっきね、はい、めっちゃ美味しかったん。残り天井まで57ゲームぐらいかな、はい、のやつ拾ったのに何もできず CZ のみ、はい、で3000ぐらいマイナスやろ。でまあパチンコ売ってますけど、はい、資金がありゃ平打ちするなみたいなやつはちょいちょいあんねん、はい、やっぱな、玉ないし現金もないからニュータイム狙いにしようと思ってニュータイム狙い勇気振り絞って行ったらコテンパンやられとる。なるほど。全然北斗とかやばかったしな。姉妹目に喉も痛い今、はい、踏んだり蹴ったりやね今で残り諭吉の方、はい、1人となっております。なるほど。残り1万ではないで、はい、いろいろまあスロットに万札入れたしパチンコにも万札入れとるから、はい、残りまあ半分ぐらいはあるんやけど、まあ万札の方は残り1人。まあなのでね、このままやってやばいんで、はい、お助け。やっぱ使いますか。もうしょっぱなですけど、ほんま使わせてください、はい、宿ね、宿無料で、これでなんとかミニゲーム買ってね宿無料にしてもらって、まあちょっと明日につなぎたい、
今日はもうちょっと踏んだり蹴ったりやから、まあまあまだね言って5時なんでなんとかまあやれることはやるんですけど、はい、まあ、宿は確保したいなということで、ということで GM 呼び出したいなと思います、はい、さてお助けアイテムを使うんだな。はい、お願いします。ではこの宿無料でお願いします。なるほど、ではカードをいただこう。はい、宿無料、はい、こちらのカードを受理した、はい、ではゲームを始めよう。今回のゲームはこちらを使ってトランプミニゲームをさせてもらう、はい、ルールを説明しよう。単純なハイアンドロー対決を、はい、今から行う、はい、まず私が1枚ずつカードを見せる。それに対しハイかローか、そのカードよりも大きいか小さいか噂に答えてもらう、はい、僕見れるってことですよね。1枚目はそうだ、はいはいはい、ハイかローか外した時点でそこで終了となる。続いて回数が多い方が勝ちとなる。とりあえず連チャンさせればいいってことね。そうだ、僕がだから GM よりハイアンドローを連チャンさせれば、まあ僕の勝利という感じでいいでしょうか。そういうことだ。はい、わかりました。じゃあどっちからやります？先攻後攻。君が決めたまえ。あ、後攻。わかった、はい、ではカードを渡そう。はい、でいきますね。よい、では始めてくれ。はい、何俺見えてへんねんけど。エースだ。はい、エース。めっちゃしょうもないやん。なんでやねん。次見えるんじゃん。めっちゃしょうもないやん。どうだ。ということで私は2連じゃん。2連ということになるな。雑魚くだらんな。雑魚今の確率だった。今の雑魚勝ったやん。では答えするか。雑魚今のエース、クイーン、キング。まあ君は一撃で終わるかもしれないからな。はい、まあそうやな。確かに7とか8とかやめて、中途半端な。わかった、1枚目。はいはいはい、でエースよ出ろ、エースよ出ろ。あぶな。すいません、はいでお願いします。もう2、1枚減ってるんでね。次当たれば私7枚しかないんでね。危険な、はい、危険な、はい、危険なカードがね。じゃあ行くぞ。危険なアウツがね。アウツさすがにハウで。同点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 だ。嘘やろ。ほなサドンデスですか。そうだ。えってこの下り。いきますね。せーの、はいはいで。何これ。2くしょ。せーの、はい。ローだ。ロー。ローだ。嘘やろ。私の勘がローと言っている。下手くそやな。ほれ。ほら、アホやな。アホすぎるやろ。少し格好をつけてしまった。アホやな。では答えだ。普通に考えて期待値的に言ったらうはいやわ。行くぞ。はい。1枚目。はい。なるほど。ロー。はい。くだらんな。よし、すいませんね。宿無料でいいでしょうか。そうだ。あー、助かったー。まあ、とりあえずまだ稼働残ってるんで僕ちょっと頑張りますわ。そうだ、明日明後日まだ続くから、はい、いや今日もあるからまだ。ナウナウナウ。分かった、はいはい、頑張ります。存在か証明しようではないか。よくぞ神の領域へ。さあ押すがよい。来た来た来た。一撃で決めろ。ついに入隊までカウントダウン始まりました。一人の奥ユッサー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 。相手してやるぜ。
何が皆さん、うすうす気づいてるかもしれないですけど、僕、喉やられました。ガサガサの喉になったっすね。最悪や。いつからですか？いや、今日の夕方ぐらいに、急にこんなんなって。いや、なんか、久しぶりに喋った時に、あれなんか俺おかしいと思って。はい、こんな声俺ガスガスなの、おかしいぞみたいな。夕方に気づき、でもそっから全然治ってない状況という感じで、8時に終わったんですけど、まあ、ちょっと大事をとって、本日、早めに切り上げました。はい。もう、ほんまはな、もうちょっと、持ちでもあるから、行きたかったんですけど、明日も明後日もあるし、まぁ、ちょっとこれにて撤退ということで、ホテルもね、ゲームで買って、なんと、いいホテル、確保できたんでね、小豆島、14,000円。これね、大体、はい、2人で、テラス付き、うん。で、そこすぐ海。どうよ。めっちゃいいですね。安いですね。な、うん、多分夜やからあんまよくわからんかったですけど、多分絶対景色もいいです。いや、明日は多分朝とか撮ってみ。明日の、まあ、動画また多分出すと思うんですけどね、うん。その時また出しますわ。体調悪いか悪くないかで言われたら全然悪くないんですよ。普通にピンピンしてるんですけど、多分喉だけやられた。まあ、多分季節の変わり目、プラス、うん、昨日暖房つけて寝たんですよ。なるほど。まあ、喉やられちゃったかなーっていう感じかな。はい。これでね、発熱して、フラフラするようなら、まあ、緊急帰宅と。ね、しょうがないですね。になると思います。うん、なので、次の動画が上がらなかったら、僕は、このまま調子を崩し、病院に行ってるという。動画になってると思います。これほんま次上がらなかったらもう。ほんまに。ねえ、可能性あるっすもんね。いや、まあ多分大丈夫やと思うねんな。普通の、なんか風邪の初期症状みたいな感じかな。はい、まあほんまですがな、タイミング悪くサバイバルやる言うから。俺のせいにするんですか。ほんまな。まあとりあえず晩飯食わんとね、話にならないんで。はい、晩飯でもめっちゃ腹減ってんもん。多分調子悪いこと腹減らない。まあ確かに。めっちゃ腹減ってんもん。それは一理ありますね。で、まあ晩ご飯食べてから。本日の生産したいなと思います。ということで、まず晩飯変えていきましょうか。了解です。セブンイレブン。いい気分です。鉄板やなぁ。で、本日の僕の晩ご飯は、白米、豚バラ、もやし炒めとポテトサラダです。デス君は、なんで僕がないで、ね、何もなし。いや、そんなことない。ダイエットです。なるほどね。まあ、とりあえずいただきまーす。はい、サバイバル1日目終了となりました。ひどい声で本当に申し訳ございません、うん、はい、普通の声に戻ると思うんですけど、ね、戻ってない、何も変わらん。とりあえず今日使ったお金、最初何使ったっけ、島村か、うん、638円で、その隣のうどん屋で750円で、最後セブンイレブン晩ご飯買いまして1657円。動画にはなってないんですけど、あの喉の調子が悪すぎてデス君にホットレモン買ってもらいまして、うん、その分渡してなかったので今渡しておきます。130円ですね。130万くれるんですね。あ、130円、はい、はい、130円、ありがとう。はい、確かに。という感じで今日の出費はこれで終了、はい、もうこれ以上の出費は今日はないです。
なので精算すると現金が残り 18,825 円、お助けアイテムが1と3、飯を奢ってもらえるのと、まあ、ミニゲームに勝てば1万円、これを温存と。で、本日のこの宿は GM のお支払いということで、そうですね、ありがとうございました、はい。で、まあ、大事な大事なパチンコ稼働なんですけど、はい、最終的に僕全部メダルも玉も全部超メダルしました。で、僕の行ったお店なんですけど、1日上限2500玉、メダルが1日500枚かな、引き出せて、超メダル全調しても、まあ、意味ないんですけど、一旦全部ちょだましました。で、総ちょだます玉だけで32300円。ちょっと待って、いや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 、32316玉、はい、で、超メダルが45枚です。なので今僕圧倒的勝利です。何してますか。ただね、はい、なぜかその調子が悪くて、いや、まあ、そうですね、最高の動画になるはずやのに、この喉のせいでちょっと、はい、もうあと2日あるからさ、はい、先不安いな。マネーはいけるけど、その物理的トラブルに、そうやな、玉だけで言ったら多分11万6千ぐらいなので、はい、現状だいたい13万4000円ぐらいから、おかしいでしょ、あるという大富豪になっちゃいました。いやまあ、けどね、明日またねパチンコ500回転回さなあかんということで、はい、何が起きるかわからんからな。回る台500回回したら2万5000円か、近くじゃないですか、これ普通に500でやめたら、ね、5万なくなるわけよ。そうですね。あ、でも今回ちゃんと観光しなあかんっていうところあるから、使う金考えると、まあ 100% ではないかな。で、もう宿はないから、確かに宿は絶対取らなあかん。でプラス今宿高いんよ、期間的に。なので、まあ1万5000円ぐらいは絶対出ていくって考えたら、まあそんなに余裕ではないかなという感じで、本日そんな疲れてないし全然体調悪くないんですけど、現在、20時ちょうど、はい、これにて1日目の動画終了したいなと思います。はい、明日一体何が起きるやら。お疲れ様でした。バイ。